話そう。いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて、ソナは死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければハーンに逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。叔父上の許しは無用だ。こうなったこと悔やんでない？いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかる。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし筒。あれで敵襲を知らせるのか。
するな。ダルムンバイスターだ。イネヒスンホン。Юч биш байжээ. Тэнд нэг юм байна. Дэр мун байж тарлаа. Баршан хүнийг...死ぬかと思いました。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。の旧兵見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げおびき寄せて一網打尽にする。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。待っておれ。のろしをあげる。これで気を引ける。では戻る。始末する。
慎重に策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。隊長と歩兵か。趙を殺せば兵は散る。病と死が島を支配している。
片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。病人が助けを求めているが、クスシは来られ…モーコもいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の仇取ってやろう。皆の仇だ。二度と娘を抱きしめられない。ジン、こっち。あ、我慢できない。お手伝いできることは？戦でお使いください。お役に立てば幸いです。うまくお使いください。どうかそれで勝利を。出てない。目を閉じるたびに仲間の。路が浮かんでくるんだよ。またお越しください。良い弓に勝る武具はございません。
回の成分。あんなにすぐ死ぬ？たった一口食べただけで息が詰まって苦しい。どんな鎧でも結構です。お体の傷も減りましょう。もうこの刃は通しません。また来よう。道中どうかお気をつけて。どうかお達者で。ジン、こっちだ。食べ物や飲み物には気をつけないとね。誰かが毒を持ってるって噂は信じてるのかい？本当に見たね。お頼みを聞いてください。蒙古が我が師匠を捕らえてコトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると隙を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は？二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は？蒙古の手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在りかを白状することを拒み殺されてしまいました。鎧を全て見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければお体に合うよう私が直しましょう。よし。火はつきそうか？残念ながら
この濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から城郭の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父城郭の崖を登りて穂村堤し岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、己神はこともなし。暗示出したるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふう民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふうこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで切りに。されど噂の聞こゆるは城郭山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。火はないのか。寒いな。かじかんできた。
火はないのか。時間できた。火はないのか。時間できた。このままでは凍える。ないのか。早く体を。
めねば。火はないのか。寒すぎる。もうダメだ。さあ、火のそばへ来てください。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたがね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。奴らの望みは和平だと。このままでは凍える。このままでは凍える。焚き火があった。早くつけ。暖かい。気についたものはどれほどおるのだろうか。凍えてきた。かじかんできた。あの焚き火までたどり着ければ。火はないのか。早くつけ。いい気持ちだ。ないのか。かような地に道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。Look.
よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井仁だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすればホムラの剣を伝授いたしましょう。あやつと剣を交えれば技を会得できる。剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。よっ、剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。立ちなさい。炎に身を捧げるのです。剣を侮ってはなりません。
ムラの剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。待ちなさい、炎に身を捧げるのです。剣を侮ってはなりません。炎の剣を侮ってはなりません。さあその石を太刀に打ちつけてください。待ちなさい、炎に身を捧げるのです。さてここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。いかがなされた、酒井殿。なぜここに道場が建てられた。先祖代々ここで修練を積むのです。俗世から離れたこの地で。お主もか。私はここに暮らし教えを伝えております。いつか次の者が現れましょう。ご無事で。命を落としかけたが穂村の剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何とぞ陰陽を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。
慎重に勝負。たたえるだしちゃうしこれあっせん。
ふぬけばかりか。ハザクチの悪徳なさん。待たせてしまったな。あなたはアマトの猛虎を毒で殺したというお侍。Thank you.